この番組はビジネスの世界で活躍する方々、この番組は平総合事務所ストレスマネジメント沖縄、中曽根智弘弁護士事務所、 TBL 投資アカデミー、トータルヘルスウルル、サンキャッチ企画、シュレイホーム、妊婦専門スクールエンズの提供でお送りいたします。はい、ということで本日もビジネス天国沖縄をお送りいたします。毎回ですね、素敵な、ゲスト様をお迎えしていろいろお話を伺っているんですけれども、なんと本日も本当に素敵な、ゲスト様がいらっしゃっています。まあお金に関する専門家の方ですね。本当に全国的に有名な方ですね。東京だともう本当に講演会ですともうあっという間に席が埋まってしまうというような、ね、方ですのでね、本当に今日は本当に貴重なお話が聞けるんじゃないかなと思っております。CM の後にご紹介したいと思います。それでは一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。毎回素敵なゲストさんをお迎えしているんですけども、本当に今日ですね、本当にこうお金に対する専門家の方で、すごい有名な方ですね。もう本もすごいベストセラーの方が来ていただいております。本当にこう直接いろいろなお話が聞けるっていうのは貴重な時間になるんじゃないかなと思っております。いろいろお話を伺っていきたいと思います。それでは、早速ご紹介したいと思います。トップ 1% の超お金持ちになりたいならお金の常識に騙されない著者、田口智隆さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いします。いや、田口さん本当にご出演ありがとうございます。いやいや、こちらこそ。ありがとうございます。ね、このような機会いただいてありがとうございます。まあ、いろんな大物が出てきてくれるんですけど、その中でもね、お金に関する、本当にベストセラーなのかな、ベストセラーということでね、田口さんが本当に当番組に来ていただいて、まあ、いろいろね、お話を伺えるということで、僕自身もすごくワクワク。いえ、僕もね、出演させていただくの楽しみにしております。ありがとうございます。実は僕、初めてお会いするんですけども。いろいろね、知り合いを通じてですね、そうですね、ご連絡はさせていただいて、はい、実際お会いするのは初めて、初めてなんですよ。ちょっと緊張しておりますけどね。Facebook と電話で何度かね、そうですね、お話をお伺いしたんですけれども、まあ、いろいろ本当に今日1時間ありますので、いろいろお話を伺っていきたいんですけども、はい、まあ番組冒頭ということもありまして、ご自身の方からもちょっと自己紹介の方をお願いします。はい、田口智隆と申します。埼玉、生まれ埼玉出身でですね、今現在46歳でございます。これまでですね、お金に関する著作が41冊ありまして、普段はですね、学校では教えてくれないお金の授業っていうタイトルの講演会を日本全国で、させていただいております。はい、はい、沖縄にも、毎年行ったりですね、はい、必ず、これはプライベートの旅行でお邪魔させていただいているので、はい、結構ですね、観光地はほぼほぼ全て回った感じですね。はい、まあ、先ほどお話伺ったんですけど、毎年に沖縄の方もいらっしゃる、はい、ということで、まあ、本当に聞きたいことがたくさんありすぎてね、何から聞いていこうかなっていう感じ。そうですね、初めてですからね、お会いしたと。まあ、お金のことに関してはね、もう皆さん興味あるんじゃないかなと思うんですけれども、はいはい、 そもそもあれですか、こう田口さんが経緯といいますか、そうですね、お金に関する専門家になるまでの経緯ちょっとお聞きしたいんですけど、ちょっと簡単にですね、ざっくりその47歳までのお金についてなんですけども、はいはい、まあ、20歳の時にちょうど、まあ、社会人デビューしまして、はい、そこから、まあ、もう、まあ、お給料は入ってきたんですけども、うんうん、お給料時にどんどんお金使ってしまって、はい、まあ、28歳の時に自己破産寸前の状態になってしまったということで、本当、お金の落第生でスタートしたわけなんですよね。で、まあ、28歳の時に、まあ、金持ち父さん貧乏父さんというベストセラーの本を読んで、そこから、まあ、一気にですね、まあ、借金を返して、で、まあ、経済的な自由人を目指そうということで、まあ、30歳半ばぐらいで、比較的早めにそこら辺、まあ、アーリーリタイアじゃないですけども、まあ、自由になったということで、で、その経験をもとに、本を書いたのがちょうど2009年なので、今から約10年ほど前ということですね。だから毎年速攻の中から2009年に、まあ、出版デビューして、ですね、まあ、年間3冊、4冊ぐらいということで、これまで41冊ということですね。はい、まあ、ざっくりですけどね。はい、まあ、ご自身が、まあ、こう経済的にちょっとね、苦しい時期、いや、かなり苦しかったですね、ということなんですけど、まあ、そこでも一冊の本を、
はい、と出会って。そうですね。やっぱりその、まあ、こうやって本をずっと自分が書き続けているというのも、はい、うんうん、やっぱ僕自身がその変わるきっかけとなったその一冊の本で、はい、まあ、どの本が、ね、うんうん、あのきっかけになるかっていうのは、まあ、読者さんそれぞれ、はいはい、違ってくると思うんですけども、うん、やっぱりね、あの本というものを、うん、あの人の人生を変える大きなきっかけになるなと思って、うん、あの僕自身も変わったし、まあ、読者さんにもできたら変わってほしいなというようなきっかけになってほしいなというふうに、毎回書いてますね。まあ、もういろんな出会いありますけど、本当にこう一冊の本との出会いで、もう人生が大きく変わることって本当に多々ありますからね。そうですね、まあ、特に、まあ、お金のことって、うん、まあ、僕もその、講演会なんかやるときに学校で教えてくれないっていうふうにまあ言ってるんですけども、はい、なかなかですね、その、まあ、お金以外のことはいろいろとまあ教わることもたくさんあって学びもありますし、はいはい、まあ、本当学校に行く価値はあるんですけども、ことお金のことに関しては、はい、あまりその学校の中でですね、うん、もう小学校、中学校、高校、まあ、専門学校、短大含めて、はいはい、なかなか教えてやっぱりくれない、うん、で結局そのもうその教わる名前までままですね、社会人になってしまって、はい、いきなりお給料もらっちゃうと、はい、まあ、今で言うとちょうど、ね、初任給もらったりとか、うん、その後もね、まだ2ヶ月目、3ヶ月目ぐらいでですね、はい、会社からお給料もらうということになると思うんですけども、うん、もう使い方を教わらないで、はい、教わらないでもらい始めてしまうので、はい、あとはまあ自分でちょっとね、はい、あの使ってということだと、うまく使える方はいいんでしょうけども、はい、まあ、僕みたくあのその給与のことをですね、うん、なんか学生時代のなんかお小遣い感覚で、はいはいはい、使ってたの、どん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 まあ好きなものが買えていいな、うん、いいないいなみたいな、うんうん、いうことなんで、やっぱり、ね、そのお金のことっていうのはその社会人になるまで本来であれば、うん、その学校で教えればいいんですけども、なかなかそういう機会がないので、あとはもう自分で勉強した方は、はい、まあ、そんなに苦労しないですけども、うん、まあ、勉強しないとなんかあまりこ うまくたまんないなとかですね、中には僕みたくちょっとこうお金散財してしまって、ちょっと困ったなっていう方も出てきてしまうっていうのが、ちょっとそのお金の関する、ちょっと面白いと言ったらあれですけども、一番大事だし、みんな関心があるんだけども、学校で教わった記憶ないよねっていう。なるほど、ね、うん、まあ、年間3冊ってなると結構ハイペースなような気がするんですけど、やっぱりこうご自身が本で救われたので、うん、やっぱりそうですね、逆にお伝えしていく側になりたいと思います。はい、そうですね、本当に、まあ、本屋さんってもう1日も何百点も多分本が、はいはい、あの入ってくるので、うんうん、すごくこう入れ替わり立ち替わり早いんですよね、うんうん、なんで、まあ、どんなに本当にいい本であったとしても、はい、半年ぐらいすると、はい、徐々に本屋さんから見かけなくなってしまうということなんで、まあ、常にやっぱこう、ね、読者さんとの接点を持つ上でも年間に3冊ぐらいを、まあね、ペースに書いてると、はい、確かに書く方は大変なんですけども、あの幸い移動時間が多いのと、うん、あとその最近、まあ、皆さんもお持ちのことをあの方は分かると、スマホ の、はい、あのメモってスマホで結構文字を打つことが入力が結構早くできるんですよね、だから移動時間とかも結構アイディアとか、うん、あのその原稿だったりをチェックするにあたっても、うんうん、あのメモ機能っていうのを結構使わせてもらってやってるので、あの、ね、昔みたく原稿用紙にね、うん、ガリ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 書いてるわけではないので、そういった意味で言うと、まあ、年間3冊ぐらい、まあね、これ皆さんで言うと多分ブログを書くくらいの感覚でいいかなっていう感じで書いてますけどね。高橋さんがこう一冊の本と出会って、あの、はい、まあ、経済的な自由人を選ぶまで の、うん、あのお話されてましたけども、うん、具体的にどの部分を変えてどの部分を行動されたんですか。そう、一番大きかったのは僕自身もそうですし、はい、そのまあ経済的自由を、まあ、その求めるかどうかとは別としても、うん、ちょっとその今までとお金の使い方を変えたいなっていう時に、うん、やっぱりその今使ってるものをまず現状把握しないといけないということで、はいはいはい、まずはその、まあ、僕自身がやったこととしては、うん、まあ、本にもなってですが、お金の不安が消えるノートという、はいはい、あのまあ、僕の作品があるんですけども、うん、まあ、とにかくの自分が使った何にいくら使ったっていうのをもう1ヶ月間もう書き出していくっていう作業を最初やりましたね、はいはい、現状把握するところ、はい、そこでやっぱりこう何か見えるもの、見えるもの、そうですね、はい、そうなんですよ。だからその最初のやってる時っていうのは、うん、別にその節約しようとか無駄遣いをなくそうということではなくて、はいはい、ただ単に自分が何にいくらを使ってるかっていうのを記録するだけなんですね、はいはい、別にその何ですかね、あの無理にあの、うん、これは買いたいんだけど買わないんだとか、そういう気持ちはあのことはしないで、ただ書き出すだけと、はい、で、あとはそれを見て気がつくという、はい、その気がつくため の、 その記録を取るっていうのが一番最初にやったことで、はい、まあ、これは僕もそのかつてあのその借金があった時に、うん、まあ、一番最初それをやったんですけども、はい、まあ、これを聞いていただいてという方もそうですし、はいはい、何かちょっとお金について、まあ、少し今よりもちょっと良くなりたいなっていう方に関しては、うんうん、まず現状把握、はいはい、これが大事だよねっていうことで、ここからやってもらうのが、うんうん、別に何ですか、投資をしようとか、うんうん、何か副業でもっと収入を稼ごうっていうのは、まあ、その先にあるんですけども、うんうん、まず一番最初にできるのはやっぱり今何に自分がお金をいくら使ってるかっていうことを、ね、ちゃんと把握しましょうっていうのを
お伝えしてますね。なるほど、まず現状を把握する。まず現状把握ですよね。じゃないと何にその無駄があるかってことも全然わからないので、うんうん、結構もう何ですかね、ざっくりというんですかね、うん、なんとなくは分かってるんだけども、はい、実は結構どんぶり勘定というか、うんうん、大体って言われた方ですよね、うんうん、大体このくらいみたいなことをおっしゃってて、はいはい、でなんかお話を聞くと大体、まあ、お給料は、まあ、お給料大体みんなわかるんですよ、うん、大体お給料もほぼほぼもう、はい、金額合ってるんですよね、はい、でじゃあどれに何か使ってるって話を聞いて、うん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 、じゃあ例えばじゃあお給料が、うん、あ毎月じゃあうん20万円もらってるんだ、うんうんうん、でじゃあ大体どれぐらい使ってるの、はいはい、うん、食費でしょ、家賃でしょ、いろいろ聞いて、うんうん、大体15万円ぐらいかな全部でって言ったら、じゃあ5万円ずつまあ貯金できてるんですって聞くと、はいはい、いや貯金はないんですよ、あれ5万円どこ行っちゃったのみたいな、はいはい、っていうそういう感じが一般的というか多いんですよね。本人としては、ね、だって15万円ぐらいですっていうことは、ね、20万円収入があって15万だと、うん、毎月5万円ずつ貯まってってるかなと見たら、意外とそうなってないってことは、はいはい、やっぱりいわゆる使途不明っていうか、どこに使ったかよく分かんないお金が結構あるってことですよね。なるほど。やっぱり書き出すっていうことです、なんかこう意識したり、はい、っていうところにつながっていくんですか。つながってきますね。はい、これ、もともとのそのアイデアっていうのは、うん、そのお金の不安が消えるノートのアイデア。僕の一番最初の01ではなくて、うん、一番最初やった方ってお金ではなくて、岡田敏夫さんっていう方のベストセラーで、はいはい、いつまでもデブだと思うなよっていう本があるんですよ。はいはいはい、そこにレコーディングダイエットっていうのがちょっと昔流行って、はいはい、それは単純に食べたものを書いて、書き出すだけっていうのと同じですね。はいはい、書くことで、やっぱり意識するんですよね。だから、ちょっとなんかこう、うん、例えばダイエットの方だと書いて、うん、昨日ちょっとなんか夜ラーメン食べちゃったってなると、うん、まあ、別にそのダイエットしなきゃってまだなってないんだけども、うんうん、次の日の朝は少し軽めにしようかなみたいな。だからその別に最初の段階は節約する必要はないんだけども、うん、例えば週末になんかアウトレットモールに行って、はい、ついつい買っちゃったわで金額も結構買ってるわってなると、はい、月曜日のなんか、スーパーの買い物は少しなんか安いやつっていうんですか、はいはい、お買い得商品を買おうかなとかいう意識の変化にはつながるのは間違いないですね、うん、書くとですね、うん、お金の話になるとなんかやっぱりイコール難しいとかですね、うんうん、まあ、投資になるとなかなかっていうのがあるんですけど、まず手始めるとこう書き出すってことじゃないですか、だいぶハードルが下がるので。そうですよね、はい、でまあ、昔でいうその家計簿みたく、はいはい、ギチギチ細かくではなくて、はいはい、もう単純にだから、まあ、僕なんか何ていうか一人暮らしだったので、その20代 の, そのお金がなかった頃っていうのは、はいはい、もう単純になんかもう使ったお店、うん、とかあと行ったファミレスの名前とかの金額だと、もうファミレスの名前が書いてあっていくらって金額で、うんうん、これご飯食べたのねという感じですよね、はいはい、もう別になんかスーパー行った時もスーパーでキュウリがいくらとか、はい、なんかキャベツがいくらとかお菓子がいくらじゃなくて、うんうん、もうスーパーマーケットの名前と横に金額で、あ、スーパーでなんかこれ買ったんだみたいな、そんな感じで最初もゆるくやりましたけどね、うん、なるほどですね。結構それだとできそうな感じします、ね、まあやってみようかなっていう方がかなり増えたからそうですよ ね, ね, すね。あそこから28歳の時に。そうなんですよ。それでやっぱりそれつけていくと、あ、これはまあなんていうんですかね、まあ、その借金がある中で使っておく、うんうん、お金じゃないなとか、うんうん、これこのまま使い続けたら絶対お金たまんないなとか、はいはい、まあ、その中でも全部が全部そのやめられるわけではないので、うんうん、まあ、こことここはまず最初やめようみたいな、はいはいはい、これはもう正解っていうのはあまりないので、うんうん、まあ、自分の中でこれはまずねやめようねみたいなのを決めてもらって、はい、でそのやめていくという作業ですよね、はい、単純にですね。だから僕はその自己破産寸前だったっていうか、その借金の原因が、うんうん、まあ、ギャンブルとお酒と、はい、まあ、女性みたいな、はい、まあ、男だったんで、よく言われるやつですね。よく言われる、まあ、特に男性の、ね、ありがちなんですけども、うん、まあ、すぐにギャンブルは実はやめられたんですよね、はいはい、結構ギャンブルはその職場の人と行ってて、うん、結構もう誘われたらついつい行っちゃってたということで断れない自分がいたんだけども、うん、まあ、一回断ってみたらそんなになんか別にその、まあ、会社の中でなんかこう、うん、なんていうかね、扱いが悪くなるということもなかったし、もともと僕自身がそのなんていうかな、ギャンブル癖があるわけでもなくて、はいはい、その社会人になって行ったその会社先の先輩と、はいはい、一緒に行ってるうちになんかついつい出せに行ってたというだけで、もともとそのギャンブルが大好きっていうような性格ではないんですよね。だからそれだったらそこをやめられるということで、まずその、ギャンブルはちょっともうやめようということで、まあ、沖縄は競馬は
競馬場は競馬場はないね。そうですよ、ね、だからね、あれですけどもこっちだとなんか、ね、競馬とかもついつい毎週行ったんだけども、じゃあ競馬も誘われたら行くのやめようとかですね、いう形で結構それに使ってたお金とか、はい、でやっぱりギャンブルに行って、そのギャンブルに使うお金以外にそこでまた友達たち、あの会社の同僚たちと、まあ、終わったら、はい、打ち上げみたいで、結局また飲んでお酒も使っちゃうみたいな、はい、なってたんで、結構そこを一つやめるだけでもだいぶお金の流れが変わってきたとか、あとお酒もまあ飲みには行ったとしても、まあ、1時間ぐらいでほどほどにしようかみたいな、はいはい、ね、朝方までどんちゃん騒ぎっていうものでもないよねってことで、まあ、飲みには行くけども、はい、まあ、1時間ぐらいにしとこうかなみたいな、いう形でしたね。まあ女性もね、あのなかなかね大変なんでしょうけども、まあ女性に関してもその女性がいるようなね、あの座ると結構、一席いくらみたいな、そういうお店はちょっともうやめようねみたいな、いう形で、まあ、あのとりあえずはその金持ち父さん貧乏父さん読んで、まあ、できるだけ早くその経済的な自由っていうのを手に入れるためには多少やっぱり痛みというか、今まで通りのお金の使い方してではやっぱり達成しないので、まあ記録を取ってみて、これはどう考えても経済的な自由に向けてやるにあたってはやっぱりマイナスになるねと、まあ競馬とかまあやっちゃダメってことはないけど、ギャンブルやりながらまあお金貯めていこうと、なんかちょっと話が、あのね、ブレーキとアクセルがいっぺんに踏んでるみたいなんでですね、どっちなんだみたいになってしまうので、まずは一旦ちょっとやっぱりね、マイナスになるようなことは一回ちょっとやめましょうっていうのをまあ記録を取りながら、あの実行してたっていうのが実際のところですよね。矢口さん、あれですね、お話を伺ってたらもう、まあ、僕お金に対して素人なんですけど、まあ一般的にお金持ちになろうと思った時の真逆のことやってたんですね。当時は。当時は。もう全くもうあのかけ離れた、もう全然どんどんやればやるほどね、その使い方をやって、どん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 遠く離れてしまって、どん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 雪だるま式に、それこそ借金の金額が雪だるま式に。増えてしまうっていうことをもう、あまり危機感を持たずにやってたっていうのがまたね、困ったもので、まあ危機感がないから変えるきっかけもなくて、本当金持ち父さん貧乏父さん言うまでは、まあ多少ないともだいぶ使いすぎてるなっていうのがあるんだけど、変えようっていうね、動機づけがなかなかなかったでしたよね。もうでも書くっていうことで、そこまで変化するっていうのはすごいですね、こう書き出すっていう。そうですよね。でもやっぱり本当ダイエットもそうだし、まあそのまあ、個人のお金っていうことで、そのね、自分の使ったお金だけども、やっぱ会社だったら会社、個人はね、その例えば確定申告とかされる方以外っていうのは、その帳簿つけない、だからざっくりになっちゃいますけど、会社は絶対帳簿つけると思うんですよね。だから、まあ、会社のもやっぱり帳簿つけることによって、まあ、ちょっとこれがこのままだったらまずいなっていうところで気がついて改善するとか、まあ、このままいったら本当にあのね、あの万歳じゃないけど倒産してしまうということになれば、その、ま、なる前の段階でちょっと使い方だったり、ね、あの会社の場合経費かを見直しをして、やっぱり改善していかなきゃということで、やっぱ記録を取って見えるようにして、で、まあ、必ず数字に落とし込んでっていうのはやっぱり変わるきっかけになりますね。でもあのそもそもこの金持ち父さん貧乏父さんを読もうと思ったなんかきっかけってあったんですか？あ、それはですね、はい、金持ち父さん貧乏父さんの帯のところに、はい、あのちょっと今はねちょっと帯のメッセージが変わったんですけど、あの村上龍さんっていう作家の方が、はいはいはい、あそこの帯のところにコメントが、はい、コメントというかメッセージがあって、はい、まあ、お金で幸福を買うことはできないが、はい、不幸を避けることができるだったんですよ。でその不幸、お金の、まあ、僕幸福っていう方ではなくて不幸を避けることができるっていうところに結構、まあ、引かれて刺さってですね、あのそうだなと、まあ、その時の状況ってなんか毎月のお給料が入ったらもう本当に1週間もしないうちにほとんどが借金の返済になくなっちゃって、はいはい、結構もう自転車操業状態だったんですよ。だから別にその幸せになれるかどうかは別としても、ちょっとこの状況をなんとかもう避けたいみたいな、はいはいはい、っていうのがきっかけでしたね。ただ読んでったら、あの全くお金に関して全くその読んだことがない本を読んだことが初めて読んだんです。生まれて初めて読んだお金の本が金持ち父さん貧乏父さんということなので、全然こう知識というかないわけなんですよね。でもストーリーになってたのかな、物語的な形で書かれてたりしたの で登場人物も出てくるということで、結構あの厚い本だったんですけども、読みやすいなっていう印象はありましたね。ああそっか、なるほどなるほど、あこれがだからその僕がずっと、まあ、8年間なんていうかな、社会人になって、こんだけ借金が増えちゃったな、そりゃこのやり方だったら、まあ、ずっと借金になっちゃうよねみたいな、まあ、金持ち父さん貧乏父さんで言うとラットレースって言って、はいはい、もうね入ったら使って入ったら使って、はいはい、ずっと現状維持みたいな、あそういうようなことをお金の使い方やってたんだなと
であとはその経済的な自由人ということでやっぱりそのもちろんその、ね、最初はまあその自分でまあ働いてお金を稼ぐわけなんだけどもやっぱり働いたお金を全部やっぱり使っちゃったら、はい、いつまでたっても経済的な自由はやっぱり得られないので、はいまあ、お金の置き場所を変える、はいまあ、それが投資ってことになるのかもしれないけど、はい、少なくとも同じお金の使い方したら絶対その経済的自由の方には近づかないなっていうことはまあ理解したので、はい、あとはもう それに向けての行動っていうふうに変わってきましたね、うん、なるほどねじゃあもう帯の言葉が田口さんの人生を変えたと言っても過言ではないそうなんですよ村上龍さん、まあ、ちょっと沖縄ではちょっと番組あられてるか分かんないですけど、うん、カンブリア宮殿って言ってテレビ東京系列の番組かなで村上龍さんと女性のタレントさんで、うん、やってその、はいはい、会社の、ね、経営者さんが出てくる番組なので、はいはい、1回だけ僕に番組収録に行ったことあるんですよね。あそうなんですか。もうだから本当、ま、村上龍さんがきっかけで、ま、その本を取ったので、うんま、そのきっかけとしては村上龍さんみたいな、うん、あとはその、ね、本の著者のロバート清崎さん、うんま、この2人は、ま、恩人というか、はい、まあね本当に僕を変えてくれた方ではありますよね。で何年か経って今は伝える側に今はそうですね、やっぱりこういうご自身の経験があるからこそやっぱりこう伝えていきたいっていう思いが強いんですかね。そう結局本当にもう街の中歩いてたりとか、うん、その電車乗ったり飛行機乗ったり移動してる中で、うん、やっぱいろんなそのこう世間の人たちの会話っていうのが耳に入ってくる、うん、ファミリーレストラン行けば隣のとこで人たちがお話してると、うん、だいたいなんかねいろんな話をされてるの結局お金の話になっちゃってるんですよね、はいはいはい、だからね旅行に行く話なんだけど、うん、結局旅行の代金の話してるんですよ、はいはいはい、だからでなんかおじいちゃんおばあちゃんが、うん、病院に入ってたで、ね、大変だねって話なんだけど、うん、結局また病院 の医療費の話なんですよ。で年金どうかだって年金いくらもらえるかなって結局周りに見ると見るといろんなまあその話題としてはトピックスはいろいろあるんだけど最終的には行き着くとこみんなお金の話になっちゃうよね。ということはやっぱみんなお金のことについてはいろいろ考えたいけどもなかなか回答というか、まあ、こう変えたい気持ちはあるんだけども結局まあまあいいかみたいな感じでということをずっとやってるなということなんで、まあ、だから自分の体験をもとに、まあこれが答えということじゃないんだけども、うん、こういうふうにやっていけば少しは変わるきっかけに、はいまあ、僕が本を読んで変わったのと同じように、うんまあ、話を聞いていただいてちょっと記録をつけ始めたら変わるんじゃないんですかっていうのをちょっとねお伝えさせていただいているというのが今の、はいはい、講演ですね。まあ、それぐらいだったらできますしね、だからね、スキルもいらないですし、そうなんですよね、はい、いきなりなんかねこう難しいというか投資ってやっぱり難しいわけで、うん、やったことがない人にとってみたらなんかもう、うん、投資しただけなんかお金が逆になくなっちゃうんじゃないのとか、はいはい、騙されたらどうしようとかっていうことになってしまって見極めができないわけですよね、うん、でも自分がまあ、お金使った時に いくらどこで使ったとかいくら何に使ったって書くことが、はい、もうこれは社会人だったら誰でも文字さえ書けばできますからね。もう ね学校卒業されてれば一応ね、うん、できますので、うん、であとはまあね別に難しい計算も必要ないわけで、うん、電卓で足し算していけばいいわけなんで、うんまあ、全体としていくら使ったのかなとかですね、うん、いうことが分かるだけなんで、うん、本当に今足し算引き算とか本当にね小学校卒業する段階でできる、ねうん、算数ぐらい数学じゃなくても算数レベルの話ですからね、はい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 、なので、まあ、これはもう誰でもできるかなと思って、うん、はい、うん、田口さんの本何冊か購入させていただいたんですけども具体的にこう考え方とか、行動具体的に結構書かれてたのがすごい印象的だったんですけど、はいはい、例えば飲み会2時間は行かないわ心が痛かったんですけど、そういうところから、まあ、現状を変えるためには現状の行動を一つ一つ変えていくっていうことが大事なんでしょうね。そうなんですよね。だから僕もその一番自分の本読んでいただいたりとか、うん、僕以外の方の本読んでいただいても全然もいいですし、うん、僕も本当にたくさん本読むんですけども、うん、やっぱり特にビジネス書、はい的なその分野の本っていうのはやっぱり読んで何か一つ変えていくっていうところに意味があったりするんで結局読んでねあ、うん、なるほどって、まあ、なるほどまではいくんですよね、うん、なるほどと思ったらやっぱ一つ何かやる行動をもうするというところで僕なんかもつい最近とかだと例えば全然お金の本と関係なくて、はい、例えば、木村さんっていう方 の, その、YouTube 動画の本を、はいまあ、買ったんですね、はい、なので早速 YouTube チャンネルを例えば立ち上げてみるとか、はい、だからその、ね、あ YouTube チャンネルあ立ち上げたいなと思ってとか YouTube の動画面白そうだなと思って本を買うわけなんで、うんうんうん、やっぱでもそれって 見てるだけだったら買わないですよ、はいまあ、いつもとか ね視聴者になっちゃうので、うんうんうん、なので木村さんの本を、ね、買ったんですけども、まあ、じゃあ自分もチャンネル作って
ってみようと、その通りやれば一応できるわけなので、はいはい、いや、あとどうやって撮影しようとか、うんうん、で動画も撮影してみないと分かんないじゃないですか、はい、そういう形でやってみたりとか、あとそのブログか、ブログ関係の本を読んだときはブログを作ってみたりとか、はい、何かやっぱりその読んでこう一つ行動を起こすっていうのがビジネス書を読むとき の、 あの肝ですよね、はい、やっぱこう一歩踏み出すっていうことがつながるっていうこと、うん、そうなんですよね、ですね、やっぱ そこをしないとなんか、まあ、読んだだけで終わってしまって、うんうんうん、もちろ ん、 なんか気持ち的にも少しこうなんかポジティブになったりとか、うんうん、よっしゃーって気持ちになってるんだけど、はいはい、そのよっしゃーの気持ちの時にもやっちゃうのが大切ですよね。はでも本当にこう田口さんのこう行動力というかね、うん、本当に実際こうご自身が人生が大きく変化されてますので、そうですね、言葉に力がありますよねなんかでもそう、はい、あの自分は人体実験じゃないけど、はい、やっぱりその、ね、本だったりあるいはその講演会とかセミナー、うんうん、僕自身も受講させてもらって聞いてきて、はいはい、で一番やっぱりいいの、あの聞いたことを素直にやっぱ一回やってみるっていうのがいいなっていうこともだいぶもう体験を通して身についてるので、はい、もうとにかくなんか逆に言うと聞いたらやらないと、今日も、ここ来る前にマイルのセミナー行ったんですよ、はい、あの飛行機のアナとか ANA とかで JAL のマイル、マイルの貯め方を少しコツをね、はい、使って貯めましょうと、はいはい、今まで通り貯めててもいいんだけど、うん、もう少しちょっとこう賢くやると貯まりやすくなるよみたいなのを教わってきたんですよ、うんはいはい、だから早速まあやろうかなみたいな。なるほど、そもそも田口さんってやっぱこうあれですか、好奇心とか、はい、こうなんですか、行動力とかっていうのはもともとそういうある方だったんですか。あ、行動力はもしかするとその、はい、好奇心とかでいうと小学生の頃の趣味に、はい、うん、僕撮り鉄、沖縄ちょっとね、はい、モノレールしかないからなんですけど、はいはいはい、電車の写真を撮るのが大好きだったんですよ。なるほど。で小学校の本当3年生4年生ぐらいから、はいはい、それこそ本当日本全国を、うん、自分一人で写真を撮りに行ったっていうのはありましたね、はいはい、でその頃でいうと本当まだ JR の前で国鉄時代、はいはい、JNR 時代だったんですけど、はいはい、だからあの頃でいうと例えば本当小学校のああいう 3,4 年生で一人でこう、うん、なんていうかな、全国回ってるってのは少なかったかもしれな い、 いすごいですね、行動力。あ、そうですね、でもね、なかなか小学校3年生で。そうなんですよね、まあ、親にはね、すごい反対されて、はい、危ないから危ないからって言われて、はいはい、ただ僕としてはなんかそのやっぱり一定その、うん、なんですかね、インターネットもない時代だし、うん、そこの場所に行かないと写真撮れないんですよね、はいはいはい、うん、インターネットがあればなんか検索をして、うん、その写真をこうダウンロードとかできるんでしょうけども、うん、そういうことも一切できないから、まあ、とにかく自分で撮りたいということで、うん、で、なんかそこの時に怖いっていう気はあんまなかったんですよね、はいはいはい、うん、で実際に怖い思いをしたことないんですよ、うんうんうん、むしろなんかみんな親切にしてくれて、はいはい、なんかそれこそ一緒に電車になった方にこれも、まあ、今はちょっとねこれを聞いていただいている方はお勧めできないかもしれないけど、はいはい、まあ、止めていただいたりとか、うん、本当お友達になってそこの地域に行くときはもう連絡をして申し訳ないけど宿の代わりにさせてもらうとかいうことで、はい、まあ、行動力って意味で言うと、はいはい、あまりその怖がらずやってた、まあ、それこそもの僕自身母親が7人兄弟なんですよ。7人、はい、7人兄弟の一番下の女の子っていうか、はい、子なんですね、はい、なのでおじさんおばさんがまず、たくさんいて、うん、でいとことかもたくさんいて、はいはい、だから大家族まではちょっといかないんだけど、はい、小さい頃から大人がたくさんいる中で、うん、こうなんていうか育ってきた、はい、これはちょっとねこう大人に対する警戒心が少ないのがあるのかもしれないですね、うん、なるほどね。そもそもこう触れ合う時間が長かったから。そうですね、はい、で母方のおじいちゃんというか、うんうん、祖父は大工さんだったんですよ、はい、で大工さんの棟梁をやってたん でそこのところにもこの職人さんがやったらいっぱい来るんですね、うんうん、だからそうすると本当になんかあんまりこう別にその大人に対してこうなんていうか触れ合うというか、うん、まあ怖さもなくし、はい、あと話しかけるのも全然、うん、だからこうなんか迷ったら例えばもう全然、ね、初めて行ったところで、うん、もうね、よく分からないところであったとしても、まあ、すぐ人に聞いて、はい、どこですかみたいな、はい、聞いても行けるという、うん、だからあんまりこう人に聞くときにもじもじしてですね、はい、誰かいないかなとそういうのはなくて もうあの人にここみたいなとかいう感じですよね、うん、そうでもその小学校の時とか多分これは今でもあるんですけど、はい、ユースホステルっていうのかなに泊まって、うん、もう今で言うと何だろう二段ベッド上下、はいはい、ゲストハウス、はいはい、ああいうような形の、はい、もうちょっとなんか
なんだ公共性のあるやつで、1泊3000円とか、はい、2500円とかで泊まれるようなところで、うそうで、おじさんおばさんが多いからあのお年玉多いんですよ、はい、まあ、あもらうお年玉が多いので、そのお年玉の元手にしていろんなところに全国回るっていう、それがもう小学校の時あって、だからそういった意味で言うと行動力だったり、その何かこう新しいものに対しての好奇心っていうのは昔から旺盛かもしれない。なるほどですね、うん、いやいややっぱりこう大元のね、そういうベースがあるんですよね、あの、うん、さんのこう行動力とか。今も実際こうね、あの本出されてますけど、いろんなことに挑戦してますよね、前のためから、ね、あ、そう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 、一つ取ってみてもそうですし、そう、なんか前のもなんかやっぱり少しでもなんかこう、はい、うまく貯める方法とかコツがあるんだよとか、ちょっと賢くやったらっていうと、ええー、教えて教えて教えてみたいなっていうふうになるんですよね。あとだからいろんなとこに行く場合もあるの で僕博物館とか美術館行くの好きなんですよ、はい、その土地と土地の、だからまあ有名なところは書いてあるんだけども、ね、もしかすると地元の人がよく知ってるような、うんうん、あんまりあのその何ですかね、こう何ていうかな、あの観光雑誌に出てないようなところとかあったら教えてねとかって言って、うんうん、あ、ここのところでこういう展示ありますよとか、うん、こういうとこ行ったらいいんじゃないのとか言われると、すぐ行く行く行くみたいな、うんうん、そういうのがあるかな、なんか。なるほどですね、うん、もう生き生きされてますもんね。そうだ、なんかでもそう、だから本もたくさんいます、だから、うんうんうん、あの僕自身本書いてるのはね、年間3冊ぐらいですけど、はいはい、多分年間多分もう100冊はもう軽く、もう本、それこそ毎日アマゾンで1冊ぐらい買っちゃってるぐらいですよね。本も大好きなんで、本読むのが好きですよね、うん、人に会うのもまあ好きなんで、そうですね。まあ、たくさんの新刊がトップ 1% の超お金持ちになりたいなら、お金の常識に騙されるなっていうのがね、今絶賛発売中。そうそう、最新刊ですね。あ、やっぱりね、そうですね、好評でね、この本が。そうです、おかげさまで。ちょうどね、あの、うん、あのこう、なんですか、令和に切り替わる、はいはいはい、ギリギリまでですね、はい、あの印刷所に回すのを間に合あの、はい、止めてもらって、はい、で、令和と発表された、もうその瞬間に、その令和っていうのを入れて、で、あのもうあとは原稿も全部出来上がったんで、はいはい、そこだけ残しといて、で、あとすぐあの印刷所に入れて間に合ったっていう、文字通り時代の変化とともに。いや、本当、ギリギリセーフだったっていう間に合って、令和、そう、時代の、本当、令和の時代がここからみたいなで。そうですよね。でもね、だからもう僕自身もでも本当にその父親母親世代っていうのはもう70代なんですよね、うん、で、まあ、もちろんうちの父とか母があの言ってること自体も決して間違ってることではないですし、はいはい、もちろんその、ね、あの聞いて参考になることはあるんですけど、うん、やっぱりあのうちの父とか母っていうのは、まあ、本当はあの高度経済成長、はいはい、まあまあ、僕が昭和47年生まれで、まあ、いわゆる1970年代ぐらいの時に、はいはいはい、社会人としてですね、はいはい、あの一番バリバリしてあの油が乗ってる時なんですよ、うん、まあ、その時 の、まあ、あの常識と常識、ね、今の、ね、常識はやっぱりそこを全く一緒にしてしまうとちょっと ね、うんうん、ね、あの、はい、勘違いというかね、違う方向に行かないので、うん、まあ、そういったところでもう一回検証してもいいんじゃないかなっていう形のテーマで作ったんですよね、はいはい、なるほど、ぜひですね、皆さん、リスナーの方ね、チェックしていただきたいと思いますね。お金の勉強というのはね、本当にこう一生に大事なものになってきますし、うん、まあ、ね、お子さんがいる方にはね、子供にもこのお金のことをね、うんうん、教えてあげるというのはすごく大事なことだと思いますので、ぜひチェックしていっていただきたいと思います。で、たくさんいろいろな、前半いろいろお話伺ってきたんですけど、はい、また CM 挟みまして、はい、またいろいろね、お話に伺っていきたいと思います、はい、また後半も引き続きよろしくお願いします。一旦 CM です。はい、ビジネス天国沖縄をお送りしております。タクさん、はい、引き続き後半よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。後半ですね、ちょっと具体的にいろいろお話を伺っていきたいんですけど、はいはい、まあ、タクさんがまずこうお金の勉強をして、うん、まあ、何を使ってるかっていう書き留めたっていうお話されてましたけど、うん、それで、まあ、あの無駄をどんどん省いていったっていうお話だったんですが、うんうんうん、はい、その次はですね、無駄にお金が、うん、省いたっていう次の段階はどうなされたんですか。次はですね、やっぱり経済的自由人を目指すのだっては、はいはい、まあ、当時その、まあ、会社員という形で、うん、まあ、その雇われてというかね、働いたわけなんですけど、もちろんそこからお給料ね、あの、うん、それなりにはいただいてたんですけども、はいはい、やっぱりお給料の収入だけ、はい、給料だけをとにかくコツ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 貯めてって、うんうん、もちろん、ね、それを、ね、投資することで増やすことは可能なんでしょうけども、はいはいはい、やっぱり、まあ、種銭を作るのも大変だし、はい、まあ、それなりにお給料とやっぱり大体生活費、うんうん、まあ、頑張ってやってもですね、はい、もうね、例えばあの20万円のお給料で10万円で生活費、なかなかやっぱできないわけですよね。なので、あの当時から、まあ、今は、ね、当たり前になってるんですけど、うんうん、まあ、副業、うんうん、会社のお仕事の時間はお仕事いっぱい一生懸命頑張るけども、はいはい、仕事終わったら自分でマイビジネスじゃないけど、うんうん、自分で副業を始めようと、はいはい、副収入をね、得ようということで、うんうん、そういう形でお給料以外の収入をなんとか自分で作っていこうっていう活動の時間に当てましたね。なるほど、うん、まあ、
まあ、さっき種銭ってお話ししてましたけども、うん、もうやっぱりこうそういうベースになるお金を作るっていうことで、うん、もうあの副業を始める副業もうそうですね。なるほど。まあ、副業って言ってもその何か起業で何ていうか、はい、何かこう、はい、飲食店のビジネスを起こすとか、うん、何かこう店舗を借りてとか、うん、そういうあのすごいその最初のお金がかかって資本っていうんですかね、はい、ああいうものを使わずに、うん、まあ、一応元でなしにほぼほぼできるような形で、はい、あのやったんですよね。なんで今で言うとなんだろうね、情報発信でいいのかな、はいはい、だから当時やったすぐやったことは本屋さんに行って、はい、まあ、どういうことができるかなっていうのを、まあ、一回、うんうん、あのちょっと見てみたんですけど、はいはい、まあ、とりあえず当時、まあ、だいぶ前ですけどメールマガジンっていうのが、はい、あと個人がほぼほぼ無料で、はい、まずは、うん、情報発信できるその媒体っていうんですかね、はいはい、持つことができる、うんうん、まだちょっと YouTube とかなかったんですよ、はいはい、だからブログとかもなかったし、はいはい、SNS もないんで、うん、とにかくその情報発信するってことからスタートしようと思ったんだけど、うん、何ができるかって言ったら、まあ、メールマガジンしかないと、うん、で僕自身もメールマガ読んでたと、はい、でこれまでは読者でいろいろメールマガ読んでたわけだけど、うん、今度は発行する側になろうと、はいはい、いうことで本当にもう単純にそのメールマガジンの発行の仕方みたいな、うん、あのなんかメールマガジンで発行して稼ぐ方法とかじゃなくて、はいはい、メールマガジンの発行の仕方っていう本みたいなやつを買ってきたわけ、はい、いやどうやってあの発行したらいいかっていうのが分からないもんですから、うんうん、そういうことをとにかくあの本当に別にそれでお金をいっぱい稼ぐってことではなくて、うん、まずは発行者としてどういうふうにしたらいいかっていうことで、うん、あのまあ、当時はそのメールマガのなんだ配信スタンド、はい、マグ今でもあるんですけどマグマグというのが残ってますけどね、はいはいはい、じゃあそのマグマグにどうやって登録をしていったらいいのかというところから勉強して、当時一番最初は僕はマグマグでそのお金 の, その情報を発信をしてきましたね、はい、お金の発信を、あれ、はい、勉強したものを発信したってことですか、はい、そうなんですよ。もう当時は本当にお金に関する本も、まあね、当然本出す前ですから、うんうん、僕がたくさん本読んでるわけですよね、はい、お金に関するセミナーも本当に足しげく無料のもの有料のもの含めていくわけですよ。だから本に関してはどちらかというとレビューっていうんですかね、はいはい、まあ、この本こういうようなこと書かれて、うんうんうん、ここのところが参考になったんで、うんうん、こういう行動をしましたみたいな、はい、だからあの読んで気がついて自分はこれをやってますみたいなことを書くみたいな、もう限りなく日記に近い日記に近い日記に近い、はい、ただあのそのレビューの中で多分他の方のところっていうのは参考になったことはもちろん書かれるんだけど、はいはい、実際に自分がどれを実践したかまで書くっていうところが一つやっぱりあのその後そのお金に結びつけるそのメールマガジンっていうその媒体がお金に結びついたのは、はいはい、感想とかだけじゃなくて、はい、実際に自分がそれでこういうことをやったっていうことが、はい、その後読んでるいただける方が同じようにやろうとした時にチャリン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 っていう風にお金が入ってくる、はいはいはい、まあ、当時からアフィリエイトシステムっていうのがあったので何かその企業さんのご紹介をすることによって、まあ、その発行者に、まあ、広告収入が入る仕組みはこれはあったんですよ、はい、まあ、ちっちゃいちっちゃいものだったんですけど、はい、なんでそういった意味で言うと、例えば僕だったらばその、この本を読んで、まあ、当時もうね出始めなんですけど、例えばネット証券、はい、インターネット証券も今当たり前なんですけど、うんうん、僕が始めた頃は本当インターネット証券自体がもう珍しい、はい、まだでき始めた頃だったんで、うんうん、なので僕もここのネット証券の口座を開設したんです、うんうん、で皆さんもよかったらどうですか、なるほど、うん、疑似体験できますよね、レクチャーさんから。そうなんですよ、でそれも僕も本当に良かったものを伝えてるの で, で本人も登録してるわけですから説得力がありますよね。そうなんですよ、で、はい、結局同じものに登録してくれてるので、うんうん、お悩みというか、あ、ここのところさやっぱりなんか使いづらいよねみたいなことを書くと、うんうん、やっぱりみんなもあそうだよそうだよねみたいな感じで、はいはい、いやここのところちょっとよく分かんないけど誰か分かる人いるみたいな感じとかで投げかけると、ああそれここです、逆に読者に教えてもらって、あそうかみたいなとかですね、なるほど、なるほど、いう形で結構だからその相互通行でもできたりして、同じ何かその読者さんと一緒のものを使ったりしてると、うんうんうん、やっぱなんか共通のものを、はい、通して繋がれるということ で、はい、でその後例えばそのお茶会をやったりとか、うん、読者さんを集めたなんとかなランチ会やったり、うん、勉強会やったりということで、うん、まあ、そこのところでちょっとこうセミナービジネスじゃないけども、うん、ちょっとしたそういうイベント関係も、まあ、本当参加費3000円とか5000円とか、うん、ね、2000円とかお茶代とかっていう形でそんな高いものではないんだけど、うん、でもお給料と違う収入が少し入ってきたなみたいな、そういう感じでこうやってたのが最初かな。なるほどですね。でもこう発信する側っていうのは当然自分勉強しないといけませんし、うんうん、まとめるわけですね、はいはい、それによってまたお金の知識が増えていったっていうこともあるんですよね、はい、そうですね、結局ね、こういうのってあの一番ね教える側が一番学び深いんですよ。そうですよね、やっぱね文章にやっぱり書くメルマガで発信するためには相当読み込んでいかないと、はい、ただ自分が読んでパラパラパラってわけにはいかないんで、はい、やっぱりメルマガに書くだけのそのレビューを書くだけの内容入っていかないと書けないんですよね、うん、はいはい、てか一番よく勉強してるのは発行してる人なんですよね。そうですよね。そう、一番だからそのそうなんですよ、読者さんに伝えてるんだけど実はあの伝える過程で自分が一番勉強してるっていうのがあって、
っぱお得なんですよね。それはあるんですか、それを意図したわけではなくて、もう副産物としてっていうことですか、うん、そうなんですよね。あとセミナーとかも途中から僕自身がお話をするんじゃなくて、はいはい、僕が例えば聞いてみたい人とか、うんうん、で一応集客ってですか、お客さんは僕の方で読者さん集めるので、うんはいはい、で本書いてる人で、あこの人の話聞きたいなみたいな、うん、だけど自分が参加すると自分の参加費払わなきゃいけないんですか、はいはいはい、だからちょっと連絡取ってみて、はい、ちょっとこれぐらいの人数でやるんですけど先生やれませんかみたいな、なるほどなるほど、なんかそういう先生とかだったね、それでもお近づきになる、お近づきになるで参加費となんかあのなんか売り上げは先生と半分ずつみたいな、なんかなるほど、あのお金もらって先生の話も聞いてよかったねみたいな、賢いですねでお得ですよ、だって参加するとだってお金払ってね、うん、全然ねもらうってことはないわけで、はいはい、しかも一参加者と先生なんで結構距離があるんだけど、うんはいはい、やっぱ呼ぶ方になるとなんか先生と打ち合わせしたりとか懇親会とかの席とかも、はい、なんか先生の近くとか、ね、そうですよね、座れてなんかすごい直接話も聞けるしみたいな、で終わった後とかも先生となんか連絡取れて、なんかね一参加者だってやっぱり20人30人の中だと先生方もちょっと覚えてもらうのに時間かかるので、やっぱ主催者は一気にね覚えてくれるので、しかもこう同じイベントを一緒にこう何ていうんですか、作り上げてる仲間ですから、ね、そうそうそう、距離の近さが違いますよね。そうそうそう、で少しね人数もいっぱい集めてあげると先生も喜んでくれて、ああこんなに集めてくれたんだみたいな感じで、ね、僕もどちらかというと講演する側なんですけどこう地方に行くとこう集めてくれる人本当にありがたい、ありがたいですよね、ありがたいですよね、ありがたいですよね、そうなんです、涙ぐらいぐらいこんなに、ありがたいんですよ、あすごいな集めてくれてみたいな感じで、はい、もう一発で覚えますもんね主催者さんはね、絶対忘れないですよそうですよね、田渕さんは実際こう勉強された、うん、あの本も出されてますけど、こうセミナーとか講演会とかもされてるんですか。そう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 、だからセミナーとか講演会は、はい、もう講演会は本当ね、はい、あのバカの一つ覚えで、はい、学校では教えてくれない、はい、お題の授業、このやつでもうずっと10年ぐらい回ってて、まあ、あのタイトルは変えずに、はい、中身はねやっぱりそのね、うん、日進月歩じゃないけどアップデートしながらそうですよね、はいはい、するんですけど、一応なんかそのタイトルが一番ハマりがいいというか、うん、で地方の主催者さんもまあ呼びやすいというか、はいはい、なんかねこう分かるんですけど、まあいいんですけど、例えば仮想通貨で、まあ、なんか1年間で1億円稼ぐとか言ってもですね、うん、なんかもうピンとこない、うん、まあそんなの来ないだろうみたいな形で、うん、やっぱなタイトルとしては学校で教えてくれない、うん、お金の授業が一番まあこうスタンダードで、でまあ男性女性関係なく、うん、まあ年齢もあんまり関係ないかなっていう形で、うん、そのタイトルで回ってますね、ずっとね。あの僕は沖縄に住んでるんですけども、うん、高橋さんが沖縄に来て講演していただくっていうのは可能なんですか。もう全然可能毎年1回はプライベートなので、はいはい、毎年1回はお仕事で行きたいぐらいで、過去に1回しか行ったことないんですよね。もう5年か6年ぐらい前1回だけ行ったんですけども、その後、ね、お仕事で行く機会はなくなってしまって、いや高橋さんが沖縄にされてるんですからぜひ遊んで帰るだけではなくて、あそうですよね、毎日1時間取っていただいて、あ、はいはい、そうですよ、行ったね、あのプライベートで行ったもう1日だけちょっとお仕事で使うとかね、はいはい、できますからね。ぜひ、はい、沖縄の方にもね、田口さんの経験とノウハウをお伝えする機会をね、作れたなって。ああ、ぜひぜひです。あ、もう喜んで、あの、はい、もう今年は多分9月にね、行くと思うんでね、日程があれば9月とかね、はい、まあ、そうそう。9月ぐらいどうですか?9月行こうかなと思って、本当思ってるんですよね。沖縄いらっしゃる際に。ね、なんかね、はい、ぜひその行った際にちょっとね、1日だけちょっとお仕事するかね、いいか、こう、ね、やっぱりリアルでこう、ま観光で行くのもね、あの全然その楽しいし、はいはい、行くんですけど、まあ、なんですかね、まあ、こうやっぱかザ観光なんでね、はいはい、まあ、地元の方と触れ合うというよりは、うん、そう観光業の方と ね、ホテルのスタッフさんとか、レストランの方とか、ね、観光、例えばね、地方水族館のスタッフさんとしてお会いしてるので、お客さんとスタッフさんって感じじゃないですか、うんうんうん、ね、だから、一個人として会ってるわけじゃないから、はいはい、やっぱり、ね、講演会とか行くと、もう一個人個人でこう、ね、お話というか、話できるんだよね。しかもこう参加される方、やっぱり田口さんのね、あの経験、ノウハウを知りたいと思って参加される方ですからね。ね、それたちのお役に立つっていうのはやっぱり嬉しいです、ね。嬉しいですね。もう本当それは嬉しいですね。ちょっと9月あたりで、あ、ぜひぜひ。この収録終わった後にちょっと打ち合わせしていただいて。そうですね。ぜひ9月に待ってていただいてね、本当ね、沖縄行った時ね、はい、皆さんに会えるといいですね。リスナーの皆さんとね。やっぱりそう、ますますね、田口さんが沖縄に来る機会を。うん。もう大好きですよ、本当に。毎月行きたいぐらいですよ。はい、本当に。うん、まあ、あわよくば移住させていただいて。そうそうそう。はい、ねえ、まあ、いろんな遊びとか、うん、宿泊とか、なんかそういうのはね、まあ、僕がちょっといろいろセッティングさせていただきますし。ああ、ね、
はい、お食事も美味しいですしね、沖縄のものは何食べても本当、はい、あのね、美味しいですし、うん、その沖縄料理で好きなものってあるんですか？まあ、必ず食べるのはもう、でも定番で、まあ、申し訳ないですけども、はいはい、あ、ソーキそば。あ、お蕎麦は必ずいただきますね、はい、まあ、独特ですね、やっぱり、うん、あのその、まあ、出汁というか、はいはいはい、だからあれはまあ、やっぱり他では同じね、ああいう似たようなものはないというか、うん、はいはいはい、あとお蕎麦もやっぱり特徴ありますから、ね、そうですね、はい、なんで、うん、で、まあ、蕎麦好きというか、あの麺が好きなので、うん、まあ、まあ、必ず行って、あのそれも食べますね。まあ、毎年来るっていうのは、うん、沖縄に住んでる僕からするとすごく嬉しいです。ああ、もうね、本当に好きなんだなっていう。いや、本当に、いや、本当にもうね、そうですね、毎年もう必ず行くっていうね、うん、まあ、ほぼね、もう今までは7月、7月の第1週目に行くんですよ。はいはい、でちょうど、まあ、まあ、20年間いて、何回か大きな台風にぶつかった時はあるんですけども、うん、はい、ほぼほぼ大丈夫なんですよね。で、はいはいはい、7月の1週目って、本当にね、まだ夏休み前なんで、うん、結構ね、あのもううまくいけばほぼほぼ梅雨も明けてるし、でもあの料金は結構お得なんですよ。なるほど、はい、なので、うん、そう、コスパ的にはね、あの夏休みに入る前だし、いいですね、はい、でもね、海遊びは全然楽しめるし、あのやっぱりね、田口さんの本読むとすごい参考になると思うんですけど、やっぱりこう直接聞くっていうのは大事ですよね。まあそうですね、うん、直接そうですよね、やっぱお会いして、まあ僕もそうですよ、セミナーとか本当最初の頃はね、リアルでよく言ってましたけども、まあお会いして実際会ってるとね、あのその本でっていうのはね、また違いますからね、はい、まあ毎年ね、沖縄に来てるっていうことなんですけど、うん、ぜひあのお金の、はい、スキル経験を沖縄の方にもね、伝えていきたいと思いますので、うん、ぜひまた9月に、はい、企画させていただきますので、はい、最後に、はい、リスナーの方にちょっと一言お願いしたいです。そうですね、あの沖縄の9月にはね、実際に行けると思うんです、まあ、それまでにもしね、時間が、うん、それまでに時間ありますので、その最新刊ですね、まあ、Amazon の方で、はい、多分あの、まあ、お金の常識に騙されるなっていう形で引いて、検索していただくか、はい、まあ、あの検索で田口智隆で検索していただくと、はい、まあ、Amazon 最新刊だけじゃなくて、ね、これ前の本が全部出てると思うので、ちょっと一冊ね、まあ、あの最新刊じゃなくてもいいんじゃないか、まあ、読んでいただけると嬉しいかなと思いますね。すごく分かりやすい、はい、具体的に書いてますので、はい、ぜひチェックしてみていただければと思いますね。うん、まあ、今後の田口さんの、ね、活動といいますか、はい、あのいろいろね、本当にチェックしていきたいですね。本当にこう、はい、思いが溢れている、はい、あの田口さんだなと思います。今日初めてお会いしたんですけど、本当にこう物腰が柔らかくてですね、本当にこう自分の経験をもとにね、いろんな方に伝えていきたいという思いをすごく感じる、あのひとときでしたね。ぜひまた沖縄の方にも、はい、ぜひ9月よろしくお願いします。講演会で来ていただきたいと思います。はい、はい、本日のゲスト様はトップ 1% の超お金持ちになりたいならお金の常識に騙されないルナ著者の田口智隆さんでした。いやー、お食事なんか本当にありがとうございました。どうもありがとうございました。